はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーウィザードコングラチュレーションウィザードリングです。はい、これは2013年6月に店頭で無料でもらえたキャンペーン限定アイテムなんですが、ウィザードリング累計出荷2800万個を突破っていうニュースがあって、それを祝して店頭にウィザードリングを10個持っていくとその場でもらえる特別なキャンペーン&リングってことね。祝大ヒット御礼ウィザードリングプレゼントキャンペーンと書いてあって、裏側のここまで塗られてますからデラックスベースですよ。いつもウィザードリングを遊んでくれてありがとう、感謝の気持ちを込めてコングラチュレーションウィザードリングをお送りします。これからも仮面ライダーのおもちゃをよろしくお願いいたします、株式会社バンダイ。っていうか、大ヒット御礼で店頭でおもちゃ配るとか最近聞かないよね。あ、でも先着のキャンペーンアイテムとかはあるか。そしてここに2013年8月新展開をお楽しみにと書いてあって、要は次の新作のガイムのことかな。ではレビューしましょう。ウィザードリングをおもちゃ屋さんに10個持っていくともらえるってことで、要は全ての指にウィザードリングをはめた状態で来店してねみたいな、そういう感じですよね。コングラチュレーションで、フレームスタイルがピースしてて、集中線がエフェクト造形されてて、ここもシルバー塗装。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、魔法リング形状でありながら、デラックスのいつもの裏の柄があって、さらに製品表記。食玩ガシャポンじゃなくてさ、デラックスベースのものがもらえるってすごいね。じゃあサウンド鳴らしましょう。おー、 LED が多色発光して拍手。こういう連動なわけか。そしてピースの部分が綺麗に発光しますね。さらに逆サイドもちゃんと反応しますし、ウィザーソードガンではこれが待機音状態になりますから、トリガー、はい、しっかり連動するし、白魔ドライバーでは、サウンド変わった。コングラチュレーションじゃないんだ。ほら、聞いたことないサウンド。そして拍手もなし。全然違うんだね。やっぱり、コングラチュレーションだから、拍手あるウィザードライバーの方がいいな。このような連動サウンドとなっております。いや、本当コレクションアイテムがたくさん出荷されたおかげで無料配布キャンペーンやるよとか盛り上がりますよね。しかも確か当時めっちゃ並んでたんですよね。ウィザードライバーとかも購入制限されてたもんね、お一人様1個限定みたいな。以上、仮面ライダーウィザード岩井大ヒット御礼ウィザードリングプレゼントキャンペーン、コングラチュレーションウィザードリングの紹介でした。